皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、こちらの花材を使ってアレンジメントを制作していきます。ちょっとこう豪華なアレンジメントになりますので楽しみにしていてください。ではね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではこちらのね、器にアレンジメントを制作していきます。まず最初にこちらのオリエンタルリリーをね、入れていきます。その時、このユリはですね、この葉っぱで結構お花が見えなくなってですね、こう見ると分かりますよね。なのでこの葉っぱをこう取って、ユリのお花をね、よくこう綺麗に見せてあげるというね、こういうことも一つ一つがね、こうお花を綺麗に刺していく上でのテクニックとなりますので、きちんとね、覚えておいてください。であんまり取りすぎると今度は風情がなくなってしまうので、適度に取っていきます。では刺していきます。このような感じですね。そしたらもう一本オリエンタルのユリを、これも同じようにお花をこう綺麗に見せるように葉っぱを取っていきましょうね。そしたら最初のユリよりもこう沈めて低くですね、刺していきます。こういう感じですね。その時にこう、まあ、お花のノーズって言ってね、僕のこう作った言葉で花には花があるという、ね、言葉があるんですけども、その華やかさっていう部分をこう、ここのセンターで表現していくとアレンジメントはこうまとまりやすくなりますので、ぜひね、試してみてください。はい、次にこちらのね、カラーを刺していきましょう。カラーは自分の向きたい方向にこう花を、ね、向けることができます。こういう風に、ね、こういう風にするとこうやって曲がりますね。そして形を整えてから刺していきます。そしてカラーをね、比較的こうアレンジメントの最初の部分で差し出したのには理由があります。このお花はですね、茎がちょっとこう柔らかいんですね。ここが柔らかいっていうか、なんつ潰れやすいんですね。なので、後から刺そうと思ってもこのフォームに刺さらないんですね、カラーはね。これは、多分アレンジメントの特徴だと思うんですが、生け花の剣山とかとは違う部分だと思います。剣山なんかはとかでも十分刺さるんですが、フォームに関しては、いろんな茎が中で混雑してくると、そこの間をすり抜けてカラーのステムをこう刺すことができなくなってくるので、カラーは先に定位置にこう決めていくっていうのがアレンジメントの順番としてはやりやすい順番です。はい、でカラーはもちろんこうラインを作るに有効なお花なので、こう横へ伸びるラインをね、もカラーで作っていきましょう。で花の向きを整えて
これ刺していきますね。はい、これでカラーが刺し終わりました。はい、でこのカラーが刺し終わった時点で少しこうフローラルフォームのを少し隠す作業というかね、ファンデーションワークをしていきます。はい、では次にこちらの赤バラをアレンジメントに刺していきます。